ランキングの結果が出揃いました。果たして何位でしたでしょうか。最後に私が見た時は1位で追われてたんだけど、1位でしたよかった、リーグが36に上がりました。ランキングボーナスルビー35個でかい。でもね、1位と2位のこの僅差、これこそ僅差だよね。本当に122点しか変わらない、怖すぎる。皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ、ミンです。前回フレンドマルチ参加していただいた方ありがとうございました。ロビーを開いたらすぐにわーっと皆さん入ってきてくださって、楽しい時間を過ごすことができたんですけれども、私一つやらかしてしまって、時間ちょっと 2,3 秒遅れてロビーを開いたと思うんですよ。その時にね、カメラの設定をしてなかったのあ、もうやばい、速攻やろうみたいな、で録画ボタンを押してないっていう。とりあえず声もね取れていなかったので、その辺は後々、編集で解説しながら撮ろうかなみたいな感じです。で、本日の10時から10時半までまたマルチやろうと思っておりますので、参加できる方はぜひ参加していただけると嬉しいです。ということで、今週から新しいツアーが始まったんですけれども、ベビーロゼッタツアーですね。ドカン第1弾、ベビーロゼッタかっこ探偵がピックアップ。かわいい、星でこうやって覗いてる感じめっちゃかわいい。チェックリボンパックとかもめっちゃかわいいんだけど、どうしようどうしようとか言ってめっちゃかわいい。ということで、ベビーロゼッタドカン丸1、早速引いていこうと思うんですけれども、今回もドカンの中身が50個からスタートらしいです。いいですね、50分の1、10連を5回引けば当たるよって感じなので良さそう。スペシャルスキルはダッシュリング、リングをくぐればダッシュで加速、ライバルもくぐれるので要注意。私はちょっとこのスペシャルスキルあまり得意ではないんですね。ベビーロゼッタめっちゃ可愛いんだけど、どうしよっかなって感じだね。得意なコース、フィーバーするコースが6つですね。あ、これもしかしたらなんかドカン2のがいい気もするな。乗り物がモンティーレ、ジャンプアクションプラスジャンプアクションのダッシュ時間とポイントをもっとプラス、グライダーがチェックリボン、緑コーラの確率とポイントをもっとプラスらしいです。とりあえず今回は10連でいいかな。10連で何が出るのか確認していきましょう。10連ドカンルビー45個、はい、お願いです。ゴールド、ゴールド来た、初っ端のゴールド、これは何かな、行きましょう。さあ、星が降ってくるか降ってこないかでだいぶ変わるんだけど、パラフォイル、星来ない、ピンクヘイホー、レベルが2になりました、ありがとうございます。マグナムカート、あ、星ちょっと気抜いてたわ、来いねえ、何かあるとキノピーチ、いつもキノピーチ来る。もう一回星、もう一回星、来ない、バースデーガール、キャサリン、レベル2ですね、ありがとうございます。あ、待って、チェックリボン来たよ、やった、めっちゃ嬉しい、これちょっと可愛いんですよね。もう一回星来ないかな。雫怪盗レベル3、着々とね、いろんなものがレベル上がってきてます。あ、待ってゴールド怪盗、やばい、今回やばいかもしれない。あ、違うわ、まだ引けてないんだったキノピーチだったわ。キャサリンかっこ水色、なんか今回めちゃめちゃいいのが引けてる気がするな。ということで、引けたのはこんな感じなんですけれども、狙った時に降ってくるのは安定のキノピーチですね。この子は結構降ってくるあとゴールドカイト、ゴールドカイトは基本的にシングルで引いてとか、チケットはあまり使わずに成長している子ですね。あとキャサリン、ピンクと水色ということで、そして何よりもこのチェックリボン、これが嬉しいね。ってことで、まずね、キャラは引けなかったんですけど、ロンドンアベニュー2、これちょっとやってみようかな。1回だけ走って今回は終わりにして動画の編集に移りたいと思います。これと乗り物はレベル3かな。あ、待って、これチェックリボンのレベルは1しか上げられないから、ポイントを上げていきましょう。チケット数18枚から
どれだけ上がるか、全部上がるかな。ラスト1枚、まあだいたい10枚使ってマックスになりましたね。よし、ではこの子を使っていきましょう。レースを始めます。こんな感じでいきます。なんか緊張するねコースもね、いろいろ変わってるかな。今回ちょっと違うやつで Wi-Fi で飛ばして撮ってるんだけど、カクつかないかな、ちょっとそれが心配だな。何回かねやったんですけど、ちょっと待って待って待って、コースが分かる。あ、普通に突っ込んでったわ。お、いい感じで、こんな感じでちょっといけてるね。いい感じいい感じ。そうだよね、これも操作できるんだもんね。よし、行きましょう。怖いね、ちょっとね、初めてのコースなのでなるべくカットしないようにしたいんだけど、どうしよう。あ、フィーバー、ナイスフィーバー。前にどんどん飛ばしてく。ちょっと待って待って、カーブあるとさ、両手で連打できないんだよね。この前の人に当てたい、ラッキー。で、後ろから来てるね。これどっちに曲がる？右か。怖い、コインも持って曲がりたい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、後ろ後ろ後ろ。あ、前にいるな、当てろ。オッケー、ラッキー。ここでコインも回収しつつ、ナイス、めっちゃナイス。ここは吹っ飛ばしていこう吹っ飛ばしていきましょう。なるべくカーブもしたいんだけど、遅かったかやばいな、あとチケットが19枚。今週のツアーでどれだけ消費するかだな。一応ぶっ込んでって、ここもねどんどんってぶっ壊していく感じ。あともうちょっとでゴールかな、早くゴールしちゃいたい。怖い。この辺のカーブもうまく、まだ先か。来てる、後ろから来てる、でかいのが来てる。ちょっと待って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 、怖い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 。 BBIA パラフォイルの、あー、おい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 、転べ、転ばないんかい。2位、8980。いや、これもうちょっと頑張んないとダメですね多分。でもコンボ2回やってあのスコアだから、もうちょっとね細かく曲がったりとかしないといけないかな。今週のツアー行けるかな、怖いな。デイリーチャレンジ、マルチプレイで遊ぶ、ちょうどコインあるからいいかも。あとディノディノジャングルとかね。あ、そっか、新しいツアーチャレンジも始まったので、これもねなるべく早めに上じゃない埋めていきたいなと思います。改めてのお知らせになるんですけれども、本日夜10時から10時半、フレンドマルチロビーを作ってお待ちしておりますので、皆さんと仲良くマルチできることを楽しみにしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。